それでは今回は写実画デッサンの上手な人のマインド考え方について説明していきたいと思います。結構、モチーフとの対話とかね、そういうスピリチュアル的なことをうんぬんかんぬん言う人たちも多いんだけども、はっきり言って全然絵のうまさには関係ないと思います。例えばここに2枚図形の絵がありまして、2箇所大きく違うところがあります。まあ間違い探しですね。どこだと思いますか？写実画とかね、デッサンの上手な人たちっていうのは すごく細かいところに、目が行く人たちなんですね。こう角度がどうとか、この大きさが違うとか、こことここは何対何になってるとか、そういう細かいところに意識が向くんです。でこんな風に、間違い探しって言われると多くの人たちも、これだと黄色い丸の大きさが違うとかね、緑の三角形の部分が違うんじゃないかとかね、ここは2箇所なんですけども気がつくと思うんです。これがなぜか、実物があって絵を描こうと描き写そうとなると、この感覚がアバウトになってしまうんですね。もう一つ例を出すと、美術館なんかで絵がたくさん並んでいて、皆さんも展示会なんかで、絵を並べたことがあるかと思うんですが、大きさの違う絵だと、じゃあ下で揃えようと今線を引きましたけども、そうすると左の絵をもう少し下げた方がいいとか、真ん中の絵を少し上げようとかっていう細かいところに意識がいきますよね。これと同じ感覚で絵を描いていくっていうのがデッサンの上手になるポイントなんですね。人物の顔を用意しました。絵っていうのは平面なので、X 軸と Y 軸しかありません。でこんな風に、人物の目の、目尻の方に今赤いポイントを打ちまして、ここからですね、反対側の目頭ですね、ここにも赤い点を打ちます。そうすると、目尻から目頭までのこの距離、線ですね、線で引いてみるとここの長さが決まりますね。でこの長さに対して他の部分っていうのがどのぐらいの長さの比率になってるんだろうっていうのを、まあ、細かく意識して描いていく必要があるわけです。例えばじゃあこの一番近いところでこの縦軸ですね、目の幅の縦軸のところにも線を引くと、横幅に対してこの縦の線っていうのがどのぐらいの長さになってるのかなっていう比率がわかると思います。この比率に、を意識して描いていくんですね。これがもし意識をしないで横幅と同じぐらいの長さで描いてしまうと、目が膨らんでしまうし、縦軸を何も意識しないで短く描くと鋭い目の印象になってしまうし、やっぱりここはじゃあ仮に3対1としましょうか、3対1ぐらいの、比率で描かないと実物とは違う印象の絵になってしまうっていうことなんですね。何か絵を描こうと思った時に、その写実的に、本物のように描こうと思った時は、定規とか分度器を使ってこうまるでね、長さとか角度とかを正確に測るような、そういう細かい意識でモチーフを見て描き進めるっていうことが、実は絵を何百枚って描くことよりも一番こう早い近道、ポイントとか、そういう秘訣なんじゃないかな、上達する秘訣なんじゃないかなというふうに、思います。ぜひね、皆さんもそういう細かな、写実的に描こうと思った時には細かな意識でぜひ書いてみてはいかがでしょうか。